今回最下位だったあかりには罰ゲームがありますよ。イエイ、忘れてた完全に忘れてた罰ゲームだよ。あのカード取れたからいいやとか言ってる場合じゃないダメなんですよね。そうだよ、言ってる場合じゃないわ。今回の罰ゲームはやっぱりスクールアイドルといえば表現力が大事ということで、番組終了まで身振り手振りを使ったオーバーリアクションでコメントしてください。そんな意外と嘘で、そんなそんなそんなすんなり困っちゃう。ありですか？これ誰？誰？こんな人いた？すごいハート入ってる人にこんな人いた？アカリが入ってる。みんなちょっと元気ないんじゃない？上げてこ、上げてこ。やだ！上げてこよ。やだよ。どうですか今の気分は？どうですか？すごい悔しい。全然悔しさあるぞ。全然一致してないけど。悔しさがあるんだよ。すごい悔しい。なんかあるかな？なんかあるかな？今日は帰って何をしたいですか？一番最初に今日は帰って半身浴半身浴だけ、半身浴、半身浴半身浴好きなんですか？半身浴が大好きですか？最近ね、ハマってるんだ。ちょっと待って、もうちょっと出さないと足りないよ、足りないよ。リアクションだから何かをしてくれないと。何かをしないといけないぞ。じゃあわうわぁ、ちょっとびっくりするじゃん、やめてよやめてよ。死んじゃった戻ってきて死んだかと思った。死んでなかった。はーい、というわけでお腹いっぱい今回の虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会スクフェス分室いかがでしたか？なんか熱くないですか？ここスタジオ温度上がりましたか？熱い熱い、もうなんか熱気がもうムンムンだもんね。うん、熱いな。あ、もう熱熱熱、うー熱い。もうね、やばい。あかりのこんなハイテンション、早く閉めて、早く閉めて、終わりたいから早く。はい、というわけで次回もお楽しみに。それではまた。またねー。